このアウディイウカの最前線で進撃のロシア軍を偵察していたドローンの映像を見ていたウクライナ軍が驚愕させられましたなんとそこにはまるでタイムマシンの映像であるかのような90年前のロシア軍の戦術トラックが映っていたといいてお話します。 今この一週間ほどロシア軍が猛攻撃を仕掛けているのはウクライナ東部ドネツク州のアウディイウカです。ウクライナ軍がロシア軍の自爆攻撃と呼んでいるウクライナ軍陣地への上気を逸したようなロシア軍突撃兵の連続的な猛攻は前の突撃兵がやられてもやられても後から後から繰り出してきます。 このため一日あたりおよそ1,000人のロシア兵の戦死者が出ているとウクライナ軍は発表しています過去1週間で6,000人ほどのロシア兵が戦死したともいいますこうした中このアウディイウカの最前線で進撃のロシア軍を偵察していたドローンの映像を見ていたウクライナ軍が驚愕させられましたなんとそこには まるでタイムマシンの映像であるかのような90年前のロシア軍の戦術トラックが映っていたといいますこれらのトラックは古いものばかりで第二次大戦前の今から90年も前の戦術トラックガーズアーアーが見られたといいます戦術トラックガーズアーアーは今から90年前の1930年代初頭に ソビエト連邦がアメリカのフォード社のモデル AA1930 年型のライセンス生産の権利を取ってソ連のニジニノブゴロド自動車工場で生産したトラックですアメリカで自動車王と呼ばれたヘンリーフォードがまだ健在だった時代です ドローンで空撮した映像がかなり離れた場所からの望遠で撮影したと見られることもあって映像が不鮮明なため確かなことは言えませんが映像を拡大してみると確かに後ろの方の車体シルエットはガーズ r r のシルエットに似ています。また先頭のトラックのシルエットは丸っぽいシルエットなので ガーズアーアーではなくガーズ51に見えるように私には思えます。しかしガーズ51であっても骨董品的トラックであることは変わりません。ガーズ51の量産が始まったのは1940年代で今から80年前のことです。スタッ ドローンの映像を見ているウクライナ軍のおそらく士官と見られる声が映像には入っていますがウクライナの女流作家の出ナによると怒りと驚きとが入り交じったような声で言っていることはロシア軍は兵士の命を全く大切にに考えずに突撃させていいるととううことだそうですまるで使い捨てのように次々に突撃兵を繰り出すロシア軍の戦術は。 ロシア人が自虐的に言うように、まさしく砲弾の餌食としてしか自分の兵士を扱っていない様子がうかがえます。ネットの反応です。こんなビンテージマシンを戦線に投入しているのか。コレクターマーケットにオークションで出せば結構な値段がつきそうだ。ロシアはどんなに古くても兵器を廃棄しないです。 大体大砲からしてロシア軍が使っているのは多くが朝鮮戦争の頃の大砲です戦車もない装甲砲兵戦闘車もない新しいトラックもなくなったそれでもロシア軍は無駄死にの突進を続けている今日はここまでにします最後までご視聴ありがとうございましたチャンネル登録といいねボタンもお願いいたしますそれではまた Подивіться внимательно. Це на первомайку штурм, бля, хлопці. Полуторки, блять. Полуторки ебашут. О, пішла арта наша робота. Зара нахуй, блять, ці зажигалки будуть горіти, нахуй. Як має бути нахуй. Е? Воно, Їдуть а опять в сторону алмаза. Да, туди ж да. Якісь Безсмертні.